今日、データは新しい石油であると言われ、データは人類にとって大きな進化の可能性を秘めています。デジタルマーケティング、スマートファクトリー、生成 AI など、こういった取り組みの中心にあるのは、いつもデータです。データを資産として活用することで生まれる潜在的な価値に着目し、金融、製造、通信業などの巨大産業を中心に、自社データを戦略的に管理する横断データ基盤の整備が進んでいます。各部署で記録されたデータを全社横断で活用することで、データには新しい価値が生まれます。それを可能にするためには、データの再整備が不可欠です。しかし、データの再整備と一口に言っても、ただ収集し変換するだけでは、そのデータを実際に使い始めることはできません。データの意味や基準は、いつ作られたのか、どれくらい利用されているものか、誰がどのような文脈で作ったのか、つまりどれくらい信頼性の高いデータであるのか、それらデータを説明するデータ、メタデータを整理し、社内の誰もが理解できる環境を整備する。そうすることで初めて我々は正しく必要なデータを選び取り、横断的なデータ分析、データ活用を前に進めることができるのです。メタデータを持続的に管理し、データの信頼性を向上させる取り組みをデータインテリジェンスと呼びます。企業データ活用のポテンシャルを解放する。クオリオは大企業の課題解決に特化した独自設計の国産データインテリジェンスソリューションです。組織のメタデータを一元的に管理し、データ信頼性の課題を解決する。これによってデータ活用スピードの飛躍はもちろん、データガバナンスの向上も期待できます。例えば各部署からの視点で顧客を複合的に捉えたマーケティング施策、 IoT センサ情報に自社のリアルなサプライチェーンのデータや ERP からの需要データを組み合わせて生産計画を最適化する。学習させるデータの品質を担保し、生成 AI を正しく機能させる。データをつなげて何をする？無限の可能性が広がります。世界中の情報と知をつなげ、人類の新たな価値創造を促進する。コネクトザドッツ、ウィーブバリューズ、クオリオ。